こんにちは、森田岳です。さあ今日はさよなら3月というオリジナル曲を聴いていただきたいと思います。この曲は僕が2017年の3月31日に上げたブログの記事が元になってできた曲です。その時の記事のタイトルもさよなら3月というタイトルだったんですけれども、その内容がまあなかなかがっくんらしくて面白いんじゃないということで、そのブログの自分の書いた言葉にメロディーをつけていただきました。たくさんオリジナル曲いつも作っていただいてるんですけれども、より自分の言葉に近い曲になってるんじゃないかなと思います。なんせね、歌詞の中に伸びてたテンパーって出てくるんですよ。テンパー、天然パーのことですけれども、そんな歌詞が出てくる曲は僕のオリジナル曲に間違いないということで大変気に入ってます。さあ今日は過去のライブ映像をお楽しみいただくんですけれども、サポートしていただいたのがピアノは日高弘樹さん、ビオラは田中恵子さん、パーカッションは岡戸勝さん、なんとも豪華なミュージシャンの皆さんに、サポートしていただきました。僕もね、緊張しながらですけど、こうやってギターの弾き語りで、お届けしてます。今よりも少し若い僕の姿もお楽しみいただけると思います。ということで、ぜひ聴いてください。さよなら3月。そもそも自分らしい
よなら3月聞いていただきました。いやライブをしてたあの日々に早く戻りたいですね。もうさよならマスク、さよならコロナって感じですけれども、いやいや本当に、まあこのねちょっと今なかなか身動き取れない状態がこんなにも長く続くと思ってなくてかなり、参っちゃってる部分もあるんですけれども、まあコツコツ絵を描いたり自分でも歌を作ってみたり、今をそれなりに、頑張って乗り越えていこうと思ってます。今年こそはですねまたライブを開催して皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせるといいなと思ってますので、ぜひ皆さんその時までお互いに元気に安全に暮らしましょう。暖かい春が今年も間もなくやってきます。ぜひ素敵な日々をお過ごしください。さよなら3月、聞いてくださってありがとうございました。森田岳でした。ベンテンレコードプレゼンツ。